はい、ということで、空を飛べる鬼ごっこしていきたいと思います。最初鬼でやろうかなと思っておるので、ちょっとみんなのビーコンをね、立てるのを待ってます。なんかヒレオ来たな。が遊びに来てる。ヒレオくんが俺のところに。ビーコン立てないのか、ヒレオくん。ここ登れないぞ。ここ登れない。まあ、ほら、こんな感じで、ビーコンがいっぱい立っているので、倒しに行きましょう。はい、スタート。さあ、俺を逃げられるか。あー、ジャンプで逃げれた。そっちね。追いつくのか。ギリギリ、マジか、ギリギリ、逃げられていくんや。いる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 。これ、ビーコン壊さないようにしないと。あー、逃げてった。ビーコンだけは絶対に壊さないようにしないと、止める場所なくなっちゃうんで。どこ行った？あ、そっちか。瞬間移動できるの強くないか？待って、待って待って、近いところにいる。これ、鬼大変だぞ。逃げてった。あ、真ん中。あ、今来た今来た、ヒリオくん、ヒリオくん来た、やだどうした、ヒリオくんを、二の一番に捕まえたぞ。ここにいるね。あー早い早い。だからちょこちょこ、なんかビーコンなくなってないか。2回まで飛べるんだけど、ビーコンは。お、いるじゃん。やった。どこ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 、あとどこ、あと2人、あと2人。あ、待って。あって、なんか、どこ移動してきた。いた、捕まえた、全員捕まえた。なんかビーコン2つだったし、なんかちょこちょこビーコンなくなってるし。なんだこれは。ほら、4人いるじゃん。4人。4人捕まえた。やった。よう、ヒレオくん。ヒレオくん？ヒレオくんなんかビーコンで俺のこと囲ってないか。見て。ほら、ビーコンで俺のこと囲ってる。え？ヒレオくんビーコンになってる。囲まれちゃった。ビーコンに。ビーコンヒレオに囲まれちゃった。猫鳴いてる。はい、それでは今度逃げる側ですね。さっきはね、鬼をやったんですけど、今回は、ちょっとビーコンを立てて、ジャンプで逃げていこうかなと。スプラトゥーン3がさ、結構、空から降りてくる機会多いからさ、それで思いついたわ、この遊び。ビーコンあとどこだ？どこに立てればいいんだ？あそこさっきやったよね。鬼やってた時、ここにあったんだよ。こっちに立てるわ。ここだな。OK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 。いい感じ、いい感じ。OK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 。じゃ、ヒレオくん来たら飛んでいきますか。とりあえず、あー、ビーコンで位置わかるじゃん、ヒレオくんの位置が。敵の位置がわかるぞ。ここら辺とか飛んどけば、大丈夫な気がする。ヒレオくんどこだ？あ、いた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 。あそこにいる。はははは、いる。真ん中真ん中真ん中。ちょっと近くジャンプしとこうぜ。ここ安全？はは、オッケーオッケーオッケー。ちょっと上から見てたいな。ヒレオくんを翻弄するために、ヒレオくんの近くを俺はスーパージャンプしていきたいんだけど。あ、なんかずっと待ってない？あそこで。あ、出待ちしてる、ヒレオくんにやられてる。やられてる。今は、ここだな。はい、逃げた。ヒレオくんから逃げる。あそこにいるの？あそこ、待って、真ん中戻しちゃった。あそこにいたのか。ヒレ待って、ヒレ来てる、ヒレ来てる、ヒレ来てる。一回逃げろ、逃げろ、逃げろ。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。ヒレこっちに俺。来てるかな？来てますね。あー、やられちゃった！ヒレ奥に向かい！やられちゃった！ヒレこっち！鬼落ちたよ。